かるよ。で、出演しなかったら何やってた？え、じゃあこの出演も検討するって言ってたの？でも、うん、チェゴの責任なわけじゃん、うん、これさ、真帆の責任じゃないんだよ。これチェゴの責任になるの、真帆の遅刻で。しかもここだけに迷惑かかってるんじゃなくて、チップの制作の側の人とか会社の人とかファンの人に迷惑かかっちゃう。だから、まあ、最近遅刻が多かったよ。だから本当に一人が近くに来ないと、どこのタイミングでこうなるか分かんないから、さすがに何時に着くとかさ、もう把握できないじゃん。みんながいっぱいいっぱいだから、その緊急式を持ってやっていかないと。たったの20分に遅刻かもしれないけど、この20分の、ね、行動のせいでこの先のことが変わっちゃうから、もうちょっと時間かかって期限とか守った方がいいんじゃないかなって思ってたから、それがこう恨みに出て今こうなっちゃってるから。魔王の責任になって自分の責任になるっていう責任感をちょっと持ってもらわないと。本当にごめんなさい。
真帆さん、これは最近遅刻が多くて自覚が足りてなかった真帆さんのドッキリで、今回チェゴからリンネさんにちょっと怒ってほしいっていうのをお願いして、マネージャーさんと一緒に総出でお願いしたドッキリでした。急遽なのでご協力ありがとうございます。ありがとうございました。プライベート、休みの日とか何されてますか？ねえ、でもゲーム、休みでエペックスとか、あ、やりました。めっちゃやってたんです。あ、そう。じゃあ何使ったか一緒に。あ、せーので言うね。待って、一緒だったね。これ名前出てこないな。ガンって。ダラーって。ガス。メガネ。違う。メガネ知らないでしょ。待って、あ、分かった。 C だ、これは C だ。え、何それ？ C だじゃない。えランパート。え、なんか C だよ。C だ。リンネさんの新たなチャレンジ、今後のプロジェクトとか。10周年なんですよ。すごい。デビューで、メジャーデビューから10周年で、10周年企画のプロジェクトを今やってて、で、いろんな10周年って結構でかい、綺麗な数字だから、新たなことをいろんなこと、10周年だからチャレンジしていく予定です。おー、楽しみー。12月11日が誕生日なんですけど。え、そう、ステップの前日誕生日で、で、15日に私の10周年パーティーっていうのが開催されるで、いろんなことを新しいと考えています。すごい。じゃあ12月15日どこでやられるんですか？15代官山で、なんか最近 DJ を始めたんで、その DJ しながらみんなで遊ぶかなっていう。はい、チェゴがZEP新宿でライブということで、今回のテーマが最高到達点。私たちが今まで培ってきた全てをその日パフォーマンスに注ぎ込んで披露したいと思います。今回演出にもすごくこだわっていて、私たちが今までやりたかった演出を全て実行します。ぜひ楽しみにしててください。はい、そして今回いろんな方を巻き込んで最高到達点を披露したらもっと面白いんじゃないかということで、ゲスト様にも何人かお迎えさせていただいております。今回は吉田凛音さんです。ワンマンってすごい大事な
したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ではぜひ、概要欄にチケットの方ありますので、そして吉田りんさんのチャンネルの方も概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。本日はコラボありがとうございました。ありがとうございました。いきます。はい、I'm gonna go to the party.